新鮮地市営釣り場新鮮地は、埼玉県沙って市、大浅神泉に所在する池である。北側には、神泉をちが流れ、南側に、沙って市立や代小学校、東側に、堺、杉戸線、西側に水田がそれぞれ所在している。周辺はかつて神泉沼と呼ばれる、近世初期に琴音川や渡瀬川の流入する、広大な低湿地であった。 神仙沼の地形は、標高が約6メートルで、南西に位置している大浅平塚と大浅豊島に所在する自然堤防。この自然堤防は、権ン同ン、銅が1576年に建設され、渡瀬川の旧河道が締め切られる以前の流路跡と見られていると、省内古川との間に位置する荒廃湿地であり、水の引かない沼地であったとされている。 この上泉沼やその周辺は主に江戸時代の1658年に掘り上げ、田型式で神殿開発され、沼は面積111.6ヘクタールの農地と約430の掘りつぶれへと姿を変えた。地域は平塚村、枝里となり、原禄期には独立した村となっていた。開発にあたっては上泉沼への水の流入を防ぐため、 周囲に1メートルから1.5メートルの和獣包みが整備された。溶水には、権ンゲ道川溶水や中郷溶水、木綱水から地蔵院落ち、浅堀に流れてきた水を上泉落ちへと導水し、上泉落ちの天神橋付近に石を設け、掘り上げ殿の間にある注水路の水位を上昇させ、利用していた。排水時は石を開放することにより、水位を下げ流下させていたが、 上船落の流末は、庄内古川へと至るため、降水量が多い場合は、排水不良となり、耕作地が冠水することもしばしば生じていた。なお、掘りつぶれは暗挙によってそれぞれ接続し、年間を通じ水が枯れなかった。このように開かれた掘り上げ殿も昭和40年代に、至ると機械による近代農業が行いにくいことから、1967年度に埼玉県により、 制度化された特殊補助整備事業を埼玉県農林部カスカベ土地改良事業所が主体となり行い着工し1972年に竣工した。総工費は3億8168万円が費やされた。掘りつぶれを埋め立てるにあたり6.9ヘクタールの再土地を設け 200PS サンドポンプ線を用いて20.9ヘクタールの掘りつぶれを埋め立て 埋め立てられた法律ブレは農地となった。この工事の際のサイド跡が今日の神瀬池である。補助整備の際に道路をはじめ用水路、悪水路の整備、排水機場の設置、和重包みのかさ上げがなされ、淡水対策が講じられた。こうして現在ではかつて存在していた掘り上げ殿は通常の水田などへと改良されていった。今日の新鮮地は市営釣り場となっており、 桟橋等が整備されている。また漁師は、ヘラブナ専用となっており、管理棟に休憩室、水仙トイレ、冷暖房が整備されている。新鮮地の北西方では、首都圏中央連絡自動車道及び、さっインターチェンジが建設されており、かつての神仙沼の一部では、さ手中央地区産業団地整備も進められている。客中参考資料、ありがとうございます。